はい、レシーフです。今日はね、もう動画上げんのこうかなとかって思ってましたけど、週刊にしんとさ、もう二度と上げんやろうなと思ってさ、くだらんことのでもなんか話そうと思って、まあそういうことでね、動画を始めていきたいと思いますけども、ポテトとかさ、俺マックは寄らないんだけど、惣菜屋でね、ポテトとか、フライドチキンとかね、別に嫌いじゃないから、買ってね、食べるときにさ、フライパンにさ、もう一回さ、買ってきたやつを、大体の人は電子レンジで温めて、パクつくと思うけど、フライパンに乗っけてさ、もう一回さ、温度でこうやって、こう、煎るっていうのかな。熱を入れてさ、揚げた時の油を落として、表面をね、パリパリにしてね、ビールと一緒にね、まあ、時間がある時はね、流し込みますけども、まあ、デブの元ですけども、それやるとさ、揚げた時のね、余計な油をね、落とした方が、油物はうまいっていうかね、なんか最近、ソロキャンプとかもね、まあ、動画は上げてないけど、まあちょっとやってましたけども、暇つぶしに、なんかね、無駄な油をどんどん下に落とした方が表面がパリパリになるっていうかね、油の多いものは美味しいけどね、なんか無駄な油を削ぎ落とした方がうまいなとか思いながらね、最近ねそれが楽しみかな。んでちょっと思ったよ、試してないんだけど、フライパンでさ、コーヒーって焙煎するじゃないですか、炭とかで。まあ実際コーヒー店の味はね超えれんと思うけど、粉とか豆とかをさ、フライパンで自分でさぶち込んでさ、こうやってやれば美味しくなるんじゃないのっていう、ちょっと発想を思いついたっていうかさ、コーヒーの粉でもいいし、豆でもいいと思うんだけど、結局コーヒーって賞味期限とか消費期限とか、まあ鮮度が命やでね、あれも。そのコーヒーメーカーが、おろしたところからできるだけ早くさ、自宅で消費した方がいいっていうか、お届けした方がいいっていうか、だんだん湿気で吸ってベタベタになってきちゃうし、コンビニとかでね、回転率の悪いコーヒーメーカーとか、あれ油が出てくるからね、コーヒーの豆といえど。ギトつくっていうかね、油が劣化するんかな、コーヒー豆の中にある。それか湿気でコーヒーの鮮度が落ちるんかわかんないけどさ、こうフライパンでさ、コーヒー豆をこうやってやってみたら、うまいんじゃないかっていうのをやって検証して動画にあげろよって話ですけど、もしかしたらね、これ俺の発想とアイディアはこれ合ってんじゃねえかっていうさ検証せずに動画にちょっとアイデアをね上げますけども、なんか実際俺この後やってみようかなっていうさ、ひらめいたっていうか、まあ要は俺は惣菜屋で買ってきたポテトとかフライドチキン、こうフライパンでこうさ、空炊きのフライパンでこう乗っけて、こうやって油を落とすと、うまくなんだよ、うまいんだよ。だからそれと同じ原理で、コーヒーの朝のね、ブレンドはなんかうまいんじゃないかなっていうか、ついでにコーヒーにこだわりのある人はさ、違うコーヒーとコーヒーをこう、コーヒーメーカーってこう、ブレンドしてくれて味作ってから、自分でさ、粉と粉をこうフライパンの上でさ、こう混ぜればいいんじゃない？こう、熱を入れながら。で、オリジナルのさ、ブレンドの粉を作ったら、もしかしたら、うまいかもしれんし、まずいかもしれん。まあ、そういうことで、ね、もう動画投稿はね、日課にしんと続けられんよっていうことで、まあ自分に言い聞かせるっていうことで、まあこれで動画を終えたいと思います。ありがとうございました。SFでした。